はい、お疲れ様でーす。皆さん、お疲れ様です。先ほどね、僕は雑談配信終わったんですけども、その後にね、フリーゲームをね、ちょっと検索してたんですよ、僕。そしたらですね、4月の19日に配信された新作フリーゲームの中に、筋肉増殖中って言うて、この、ちょっとごめん、笑いすぎてごめん。さっき腹筋が取れてしまいましてですね。このね、出とう人が一人しかいないけど、なぜかね、この同じ顔の人らが増殖してるっていう、なんかゲームがね、15分ほどで楽しめるらしいんで、ちょっと今回配信していきたいと思うんです。やばすぎじゃね、このゲーム。ちなみにこれブラウザゲームです。はい、というわけで始めていきましょう、このゲームね。お、この物語もフィクションです。登場する人物団体名称名は格であり、実物は完全である。はいはいはい。音楽がシセリアですって。イモージェン。いや、僕はイモージェン。筋トレ好きの無職かよ。僕はよく人に筋トレを勧めるんだけど、いつも嫌な顔されちゃうんだ。どほほの方。いや、こんな体すごいよね。かっこいいよね。寝起きのプロテイン気持ちいい。あんたも飲むか。ピクピク筋肉。筋肉の声まずいだろ、筋肉の声は。僕の筋肉もおはようって言ってるよ。中筋見えの寝起きのキスさ、筋肉か。これ主人公はさ、女性なの男性だろ、どっちなの。さて、今日も京都で散歩をして筋トレを布教するぞ。布教するんだ。ジムの割引券クーポンもたくさん配っちゃうよ。これスイーツマッスルかな。僕の地元の県にもね、スイーツマッスルって言ってね、やばすぎる、ジムのね、マスターがいるけども、外出た、この格好で、そう、しかも田舎っぽいさ。お散歩。ローマ字でお散歩。今日も楽しいお散歩だ。青い空、澄んだ空気、うっとりするような自然。そして僕の立派な筋肉。わおほほほ。無職のお散歩ってなんでこんなに気持ちいいんだろうな。背負うものがねえからだよ。責任感皆無。あれれ、あそこにいるのは誰だい。同じ。あそこ近所に住んでるイモージェンさんじゃないですか。一人だけやん。高橋やん。高橋さんやって。こんにちは、今日もお散歩してるんですね。おちゃんぽ。やめ。お茶んぽするときは、お茶を飲もうね。ごくりんちょ。ちょっと待って、どう見ても同じ人間なのよ。これやね。同じ人間なんでこの世にいない。アーメン。アーメン。エイメン。出てきたよ。ヘルシングかな。出た。ラーメンつけ麺、僕イケメン。カノエイコやんけ。筋肉4、レーザーロマン1、レーザー筋肉1。ちょっと待って、いや、おもろい。いやいや、そんなことよりもどうしたんですか、その筋肉。筋トレを始めたんですか。いや、ついこの間あったばっかりなのにこんなムキムキに。ありえない。筋トレそんなのやってませんよ。筋トレやりすぎて脳筋になったんですか。筋トレをやっていないなんてありえない。荒木ひろ彦。上場に書いてもらったんですか。どういうことですか。さっきは何言ってるんですか。私の体型はいつもこんな感じですよ。ドヤ顔で筋肉をチラ見せする。え、チラ見せ。しかも乳首見せるんですよ。ほんま乳首見えたもん、これ。ほんまや。右クリックで文字消せたわ。乳首なんて見えてるわけないじゃないですか。文字さん通っちゃったんですか。もういいですよ。僕はここまでの言いかけにしてくださいね。おちゃんぽを再開しましゅ。これ誰よ。変わった人だな。今日は筋トレを進められなくてよかったようで。よかった、ピク。よかった、ピク。高橋筋肉。やばすぎでしょ、このゲーム。何だったんだ、高橋さんが僕とウリ二つになってたじゃないか。ドッペルゲンガーってやつかな、ラッキー。なんでラッキーなの。まだ新しいの出てきた。二人も出てきた。プニコ、誰プニコ。ちょ、マジ、イモージンちゃん、おいさ。マジじゃん、相変わらずけ、エモコ。プニコとエモコやって。何を目指してんの、無職のくせに。ダイナゼノンかな、無職なのに宇宙行っちゃったかな。
僕と似たやつ、君たちは誰だ、似てねえし何言ってんのこいつ、かっこ笑い。うちらのこと忘れたの、高校の時に黒さが一緒だったプニ&エモだよ、で地味だったエモジェン君をかまってあげたのにな、でなんで君たちまで筋肉なんだ、まるで僕は増殖してみたいじゃないから、頭が増殖とかキモキモピクキモピク筋肉が喋るの面白いよな、ボインでプニプニのマシュマロ、イモジェンの筋肉ってやっぱりすごい、触っちゃう、触っていいなんて言ってないじゃないか、セクハラだぞ、太ももの筋肉好きない、性格は性格はなおなよなよなよしているくせに筋肉だけは たくましい、オタクくん気取ってる、やめないか、ドゥはい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 、なんだこのゲーム、なんなんだこのゲーム、もっとシャワってください筋肉ひどい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 、やばいよこのゲーム、なんだよこのゲーム、これポッチも思ってないから筋肉が喋ってるよ、写真撮ろう、パシャ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 、プロフがインプタに載せよう、オフオフやばい、ちょっとやばい、一周通り越してちょっと賢者になって、賢者タイムになってきたおかしいピク、筋肉が喋るの面白いな、日頃から筋トレを布教していたからといってみんなマッチョになるわけないじゃないか、本人は自覚してない、そんなことありえない、好きな声優さんのラジオを聞こう、ミーリオンって誰だろう、ミーリオンってパーソナリティを務めるラジオを聞く、でそれが臭くてさ、それでね、芋を食べたらさ筋肉がモリモリになってね、でクソが筋肉はもうこれ折れたクソがスマホを遥か彼方にぶん投げた、その時芋人は思った、スマホ投げのギネス記録を狙えるのではないかと、新しいに出てきた部長、芋人君久しぶりじゃないかって、会社を辞めて寂しくなったもんだって、それでビッグなビジネスはどうなったんだってもうやだ、あ、やばい、逃げない、イモジェン君どうしたのかね、筋トレアディクトたちを集め究極体になる、究極体、まさかあれをするかね、イモジェン君早まるな、遅刻ありがとうございます、だが僕はやる、8時だよ全員集合やばいやばい、北島三郎の祭りが始まったぞ、あー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 が始まったね、筋肉祭り、ギニアビザウ共、え、ギニアビザウ、ギニアビザウ共和国、治安悪めだよ、で、うわえ、その場の筋肉が一斉に笑ったことによりカンブリア爆発が起こる、カンブリア爆発って何、そして地球上のほとんどの生物は一瞬にして絶滅したわ、それは後にイモジェンの覚醒と乱心と呼ばれる現象となる、数少ない生き残りである線形動物は人間のいなくなった自由な地球の中、膨大な生命力で着々と数を増やしていった。そして50億年後、過去に生存していた人間のような生物が突然変異で忽然と一体生まれたのだった。その寄生生戦中、タイムリープの能力を持っていた。それが僕って。BGM 審判の日やって。誰誰誰誰、それが僕ってわけ、それ終わった。BGMSC。うん。うん、終わり終わり。終わったんだが。この BGM フレンド。え、マジでさっきのが分岐なん、ちょ、もう一つの分岐やろ。スキップできる、スキップできる。スキップするわよ。このゲーム面白い。逃げる。逃げたらどうなるんだろう。あ、スキップすんな、スキップすんな、スキップすんな。誰か出てきた。どこだっけ？あ、ここやね。部長と課長が出てきたとこやな。あ、もう嫌だーって。10年後、10年経った。いや、僕はイモジェン、この世界の謎を究明するべく世界を旅しているんだよ。10年経ってもなぜか体は衰えない。世界不思議発見。侍に何かいるぞ。今日の食料は決まりだぜ。正義マン、デュー。見つけたぞ。僕の正義のために見つけた。僕の正義。これ、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 正義って書いてある。
はいよ、今日も筋肉とっても素敵だね。で、おじさん二人きりになっちゃったらつい触っちゃうかも。なんちゃって。スケベおじさんって書いて。カレピよりも好きになっちゃったかな。こんな卑怯な人の君たちは一体誰だ。いやいや、知らない人だったんかーい。汗。クソリップおじさんやないか。優しくおじさんがリードしてあげるからね。戸惑わなくてもいいけど大好きだよ。おい、お前ら見つけたぞ。やっぱり僕は正しい。早く今日へ、正義のために。全然知らん奴ら出てきた。意識高い系。やっぱり僕のブラッシュアップできたグランドデザインのソリュージョンは一般的な方には理解が及ばないようだ。まあ、バジェットはバッファにあるから、それにビジョンのうちさ。やばい、これインテリア。さあ、君たちもブレインストーミング、ブレインストーミングしたまえ、時代が遅れてる価値観の意見も反面教師必要だからね。まあ、若者である僕の常に新たなアップデートしている価値観は、高齢者である君たちには理解できないだろうけどね。スマホ持ってる。なんで？カスが2番。が2番誰だよ。何言ってんだよ、お前。お前みたいなやつだな。殴って分からすのが一番なんだよ。君は僕がクラウドファインディングしている情報商材を買って勉強すれば、少しは生産性のある人間になれるさ。君も少しはアジェンダしたまえ。僕は男女平等の実現のために何も考えずに生きていて、すぐに流行に流される使いやすい金づるの女探しに忙しいんだよ。ひどいな。せやけわかんねえんだ。よくわかんねえこと、ごだごだ言ってんじゃねえ、この野郎。ぶち殺すと。我のダチ呼ぶぞ、おんどれ。怖っ。ヤクザやん。ヤーさんやん。やっとコピー。なんか、また出てきた。犬連れ取りやって出てきた。なんだこの戦場カメラマン。監督やって。やっとコピーが見つかったから、さっさと回収するぞ。ヒヤヒヤしましたよ。犬飼い。犬飼っとるから犬飼なんだ。最後の一体がなかなか見つからなくて。何言ってんだ、まだ僕とそっくりしたんじゃないかって。君が僕と似てるんだよ。似てるって言うも精神以外は全く同じコピーなんだけどね。ほん。この筋肉は僕が頑張って作った筋肉だって。お前が偽物なんだよ。無職が暇つぶしに1日に10分の腹筋をやったところでこんなムキになるわけないだろ。僕は1日10分の腹筋を頑張ったのにそんな嘘だと言ってくれで。僕の、君の筋肉はフェローシャスエンジェルの実験で見せている妄想なんだ。どういうこと？どういうこと？全国の無職に人体実験をしているんだな、三つを。なんやお前。彼は虫を殺さぬ顔をしていた。それはきついことを平気で言う時の表情だ。おいおい、筋肉が、なんて。サーフェイス歌ってんぞ、お前。あの団体に怒られないように歌詞に配慮してやがる。俺は S 君の家にプリントを届けに行ったんだ。その時見たんだ。S 君が首を吊っていたんだ。おいおい、筋肉が小説読んでるぞ。なんてこれ。道夫先生の小説読んでるぞ。筋肉を使って、こうめくるかでいいんかな。この筋肉から面白いデータが取れそうだ。で、うちの犬飼いは、手からタケノコ実験やお好み焼きパラドックス計画、ムレムレタイツの怪奇定理にもかかっているエリートなんだよ。ワイがフェローシャスエンジェルの創業者であり、リーダーである監督ってわけよ。フェローシャスエンジェスか。家族のように誰でも受け入れる団体だよ。心が傷ついている人は優しくて甘い言葉で気持ちよくなった後に、月月火水木金金の精神で、神である私にお金を落とそう。宗教やん。宗教やん。何が監督と僕があってもこの肉体は離さない。まあまあ、バグバグ、チュパチュパ。母性本能に訴えてきてやがる。キャワイソー。捨てられた子犬を見ているようで、僕が全てを、なんて。捨てられた子犬を見ているようで、僕が全てお世話してあげた気持ちになってきてよ。バブバブバブー。ワイにいい考えがある。沼ブラで決着をつけないか。BGM 変わったんやが。全世界にも配信するぜ。沼ブラ何？3時間全て集まった。これまでの筋肉ライブ、なんと私が沼プロ大会にみんなの勧めで出ちゃった。で、順調に勝っていって決勝まで勝ち上がりました。上がったんだ。上がったんかい。非公式秘境沼プロ大会沼プロ1もグランドファイナルリセット最終ゲームまでも連れ込みました。実況は私ゼネラルです。監督やん。解説は私アサップ
意識高い系アサップって言うんだ。今回の決勝カードはかなり熱い。イモジンがネズを選択、ドクトレーナー側はショーカーを選択します。どういうこと？ゲームなんこれ。ショーカー、大空城落とし。なんて、決まったー !2 分後。残り1ストック。トレーナー仕掛ける。トレーナーが捕まえていって。トレーナーが画面走れ。バース読んでまだ入るわ。トレーナーが近すぎて。トレーナーが決めた。ドッグトレーナー買ったわ、これ。よっしゃ。ウィッシュ R&B を。かっこいい。BGM 書く僕が負けてしまうなんて、マクだぞ、オリジナル。オリジナルマクだぞ。犬飼い、僕の筋肉はおかしするよ。今の試合最高にブラボーだった。わ、いいニュースと悪いニュースがあるんだよ。まずは悪いニュースからだ。順番だ、そんなもんな。なんでもいい。解散する？ということ ?What? それいいニュースだ。同盟でプロゲーマーチームを発足する。Oh shit! おいおい、軽くちびっちまったよ。なんてグレートでクールなアイディアなんだ。おいおい、俺は今最高にハイな気分だぞ、ベイビー。イモジェン、ワイのチームに入ってくれないか。あんたら呆れるね。この筋肉を見ればわかるだろう。答えはイエスだ。そう、イエス、そうでなくちゃ。ふぅ、軽く行っちまう気分さ。これから共にフェローシャスエンジェルス、待って、フェローシャスエンジェルスでないんや。フェローシャスエンジェル。このゲーム5時も多いぞ、おいおい。いつものバーのウイスキーで乾杯で決まりだ。いつものバーどこ？指定関係生まれてるんだが、これ。僕の新たな人生が始まり、や僕の新たな青春が始まる。俺より強いやつやに、ストリートファイターやな。終わった。終わってもた。なんだこのゲーム。後書きだぜ。後書き見ようか。フレンチブルドッグ出てきたね。荒野のテキーラ BGM。お好み焼きさんどうもです。このゲームを作っている途中に、実写ゲーム作るの飽きたなって思ったので、次はまたギャルゲームを作ります。その次は知りません。俺は。終わった。はい。いかがでしたでしょうか、筋肉増殖中。何から何までね、この、主人公と同じ人しか出てこないっていう、まあ、すごいぶっ飛んだ、なんか、アドベンチャーゲームだったんですけど、なんかね、いや、突っ込みどころがわからない。突っ込みどころがしかなくて、突っ込みどころがわからない。これ、語彙力なくなってます。いや、面白かった。15分ぐらいで本当に終わったわ、このフリーゲーム。皆さんも興味があれば、このゲーム、筋肉増殖中、ぜひ、プレイしてみてください。4月19日から始まった、ゲームだそうです。よければ、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。では、このあたりでね、失礼させていただきます。お疲れ様でした。おやすみなさい。BGM が良すぎんだよ。